グランブルーファンタジー VS ライジングの情報で。The information on Granblue Fantasy Rising. グランブルーファンタジー VS ライジング。昨年12月に発売されまして、まあ、今後あのアップデート情報をちょこちょこお出ししていく形になるかなと思います。はい、というわけでまずはこちらをご覧ください。Okay, what do we got? Oh, bear! Matase! And bear! Sate, sate, mogi sen no jikan da ra. Ikuse! Bean? Oh my gosh! Yoshi! Bro! Dotchi ga makete mo iiwake nashi da kara na! Beatrix, aka Bear.I'm pretty sure these two will be DLC characters. Okay, so Vayne will be next month. Alright, Evo Japan on April 27th and April 21. Damn, Bea looks sexy as hell, man. Holy crap. というわけで、DLC キャラクターこれまでルシファー、トゥービーと追加されてきましたが、第3弾としてベインが4月上旬に配信となります。ベインは全中距離戦が得意なパワータイプのキャラクター。斧やりのリーチを生かした見た目にも豪快な技を使うほか、相手の攻撃を耐えながら反撃を繰り出す特殊技も扱えるというようなバトルスタイルとなっています。詳細はまた今後配信日近づきましたらお知らせしていきますのでご期待ください。そして第4弾としてベアトリックスが5月下旬に配信予定です。複数の突進技を持つなどスタンダードタイプでありつつアグレッシブに攻めるバトルスタイルが特徴的なキャラクターになっています。逆境に陥ることで M ブラスクの進む力も解放されということでこちらもまあご期待ください。はい、ついにこちらでですね、4騎士と組織の4人揃うでもバーサスならではの掛け合いとかもねあったりはすると思うんですけれども、だけどそうですね、やっぱり嬉しいですね。格闘ゲームをやっぱり好きなんですよ。ゲームプレイやっぱりなんか自分がやってるキャラクターがこう動いてるっていうのはね、見るだけでも興奮しますけれども、それをやっぱ当ててる時も楽しかったですね。映像にこう当ててる瞬間というか、そういう気持ちが入って楽しかったですね。ぜひ実装お楽しみに。はい、福原さんお願いします。はい、でそして次は追加キャラではないんですがこちらをご覧ください。アレス、時は満ちた。 Oh, ultimate outfit. Damn! Katarina looks sexy as hell though. Was that the casino outfit? Vision Divine! あら、これは。That was that outfit from the新コスチューム、ミズ・セレニティが。メリー・セレニティ、yeah.Available to PC on all platforms from March 12th, which is in 2 days' time. PlayStation Store, Steam のストアで販売開始となります。10日があの日曜日だったんで、カタリナ looks sexy as hell, man. 気持ち的には10周年記念です。はい、ご了承ください。印象が全然違うっすね。あとこのヒラヒラもちゃんと動きで再現できるんですね。はい、あれは頑張ってます。ナビ方素敵でした。またね、このコスチューム機能でも従来のキャラクターにもね、スポットがこう当たるっていうのはね、素敵ですね。This is going to tempt me to jump. はい、今後も登場しますんで、します。GPBS R right. 次はこちらです。グランブルーファンタジーリリンクのお知らせとなります。More news on グランブルーファンタジーリリンク。福原さんお願いします。福原さんのゲーム。小野さん、just give 福原さんのグランブルーファンタジーリリンクについてですが、まずはこちらです。うわ、いや、オブワン、いや。This was announced last month. Over 1 million copies sold. Oh, yeah! Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And speaking of which, right, a lot of JRPGs that has been releasing for the past few months has been selling for over at least 1 million copies. Such as the likes of version 1.1.0. New Quest, The Final Vision. これ発売前にあのちらっと予告していましたが。まあ、高難度クエストルシファー戦、まあ、クエスト名が終末のビジョンというものが追加されます。どのようなバトルになるのか今日はその一部が確認できるトレーラーを準備してきましたので。 Speaking of GRPGs has been shut up for now. 覚えているだろうか、俺と団長であの男と戦った時のことを。
体験してスメイクがアウサンド週末は間もなく成就するルシリエゼス耐久性の強化をしてやるボス愛とかせうーんリシルファン年代幻想の力か何をしようとしているうるさいハッウェッセンディー、カモン。お、レイユース。センディー with six wings, let's go! 俺に続け Just making playable in wheeling and rising ready side games. You're gonna make a shit ton of money if you make Sandalphon side game as a playable character. お、oh! ことごとく、無にキスがいい。That's his Dark Raptor form! Holy shit! This is gonna be good! This is gonna be good! はい、というわけで、改めまして、新クエスト、週末のビジョンを含むバージョン 1.1.0 Coming March 14! 3月14日配信となります。Version 1.1.0! まあ、こちらのクエストの追加のほか、さまざまな機能調整、仕様調整も実施しております。詳細は後日公開のパッチノートにてお知らせできればと思っております。はい、This should be a very fun boss fight。 え、そうなのに、もう一人というかね、もう一人 This should be a very fun boss fight。 そんなニュースだね。 Without Shadow だ、man。 まあ、週末ビジョンは、あの、ゼーガグレンダ空域を訪れたサンダフォンからクエストの依頼があり、バトル中でもゲストキャラクターとして参戦してくれます。嬉しい。なるほど。はい、ので特殊な演出もいくつかありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、and not to mention he's the most requested character in the 4-4 versus。 はい、次のスライドです。おー、サンダーフォン、みんなトッチャーになっちゃう。みんなで飛んじゃうよ。空中戦になっちゃう。まあ、サンダルフォンはバージョン 1.3.0 にてプレイアブルキャラクターとして登場します。嬉しい。サンダーフォンプレイアブルキャラクターオンリーインリン。5月配信となり、まあ、他にもいくつかコンテンツを同時追加予定ですので、合わせてご期待ください。ウージョンにはさあプレイアブルキャラクターインバージョン 1.3.0。 まあ、それと同じく特殊な条件を満たすことで仲間にできるようになる予定です。まあ、サンジャツイン操作できる気軽にはということですね。Just releasing in Rising as well。 A lot of people have been demanding for this guy, okay? Just release Thunderborn as a playable character in Rising already。 はい、そして、先んじて4月に追加されるシエテとソーンについてですが、今回初公開となるアトラクションが確認できるトレーラーもこちらも用意してきましたので、こちら、ご覧ください。俺の力が必要かい？おう、シエテ？シエテ、スプレーバーキャラクター？これはどう？切り裂け、バリード！ナイス！ほい！行くよ！受け切れるかい？シエテとペーパー、インフィニートクレア！To be a potential rising character as well, man。わお。シエテ、遅い！ドリア！さよならだ！Damn, this looks cool. バスッと決まったね。満点を見よ。そして、Whoa. 歯の姿勢を刮目せよ。さあ、フィナーレだ。転生拳、最終奥義。支援ミルエスパーだ。ナイス。狩りなら任せて。そう。こっちよ。ソーグ！決めるわ！ Are you serious？ 貫く！ヤン！え？捕らえた！ I'm getting this game! I'm getting this game! I'm getting this game! What is out? Oh my god! You can't be serious! 硫黄の炎よ！私の目からは逃れられないわ！見えた！ Oh my gosh！ 殲滅のカブラヤよ！ Songs Ogi！Oh my god in heaven! かわいい！すごい！なんか映さないでよ！本当に映さないで
お仕事ですからね今ね。タレディオじゃないんですよ。あえて生ですよ。The woman you put song in there, I'm done. 声でバフのかかりがあるんだな。I'm getting this game.はい、グラブルショーケースリリンクパート3がの放送が決定しました。バージョン 1.2.0 の詳細や5月配信の 1.3.0 の情報などをがっつりご紹介していく予定ですので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。こちらアップデート前のタイミングとなる4月25日の放送を予定しております。最後のショーケースがあるということでね、注目よろしくお願いします。リリンクファンの方要チェックお願いします。そして I'm getting Relink for sure、お知らせとなります。 I'm getting Relink for sure、ファミ通さんからグランブルファンタジーリリンク公式ガイドブックが発売予定です。おー、オフィシャルガイド攻略本ということで、ゲーム内の各種詳細なデータが網羅されていますので、ぜひお手元で活用していただけたらと思います。 Finally, books of March 27 available in Japan only officially、本ならではというか、そちらもチェックしていただけたら嬉しいです。Then again, I prefer to go in as blind as possible. 3月27日発売予定で、各書店にて予約受付中となっております。手元でデータ確認できるのは便利ですよね。ですね。はい、お楽しみに。そして最後にサントラについてです。リリンクのゲーム内楽曲、計138曲が収録されたオリジナルサウンドトラックが、来週3月13日にいよいよ発売となります。実物があるらしいので、わあ、そう。はい。あ、手元にあら。わあ。素敵。でかくて。綺麗。存在感ありますね。ちょっとキラッとしてるんですね。ちょっと特殊な。あとは中身が分厚い。まあブックレットもあって、巨匠成田つとめの子はありがたい。Unfortunately, it's Japanese. ユーシアムだ。まあ中身もあらこんな感じで。あ、すごい。わあ、綺麗。6D。CD それぞれに背景の空が6D という形で。ね、中身も素晴らしいんで、ぜひ、お手に取っていただけたらと思います。こちらのサイスターのほか、全国のレコード店でも好評予約受付中となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。結構売り切れが出てるみたいです。マジ、はい、お早めに予約をお願いします。はい、というところで、グランブルファンタジー VS ライジングとリリンクの情報は以上となります。はい、深田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、VS and リリンク。